どうもこんにちは。漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。えっと、今日は、原作版の方なんですが、キャラクター人気投票を先日行いまして、第2部ハイプ初めてのキャラクター人気投票の結果が出ました。 ありがとうございます。登場ありがとうございます。で、えっとね、前の動画で11位まで発表して、ちょっと時間切れで公平に続くと言って、あの、そのままになってたんですけども、なってた動画があるんですけども、今日は、えっと、それの続きでトップ10を発表いたします。えー、すいません、ちょっとね、最近も特にバタバタしてて、あの、動画を撮る時間が、まあ、動画ね、あの、あんまり、そこまでめちゃくちゃ、 見てる人が少ないので、あの、ちょっとついつい後回しにしちゃうんですけど、でも結構その、いつも、えー、動画では言ってるんですけども、副読本みたいな、ファンブックみたいなポジションで、YouTube 動画でなんか裏話とかをしているので、えー 意外と重要だと思ってやってますので、視聴回数がね、あの、100を下回らない限り、あの、続けていこうかなと思っているんですけども、まあ、ちょっと最近バタバタしてた理由をちょっと雑談があったら、えー、つい先日も、まあ、定期的に言うんですけど、漫画がメディア化するじゃないですか。で、左引きのエレもドラマ化と、えー、あのー、舞台化やらせて、あのー、いただいたんですけども、なんかメディア化に関しては、なんか漫画化、 ができることはほぼないっていうふうに、あの、いつも言ってて、で、どういうことかっていうと、まあ、メディア化に関しては、なんかその、まあ、映画会社とか、ドラマの、まあ、制作会社になるのかな、まあ、あるいはテレビ局からのご依頼で、メディア化しませんかっていう、あの、ご意がきをいただいて初めて、じゃ えっと、こういう条件ならどうかな、みたいな、そういう感じでスタートするんで、まあ、あのー、結構他人に委ねられてるところが、あのー、まあ99、99%で、まあ、祈って待つしかないというのが常かなと思ってるんですけども、ええー、っていう話を、ま、先日もツイッターにしたんですけども、なんか、あのー、ふと思ったんですけど、今、この YouTube 動画でも、その、エレンのコート、黒いコート、新月を今、あのー、ブランドさんと組んで、 あの、実際に作って販売しようということで準備してるんですけど、なんか、まあ、あの、ある意味、あれもメディア化だよなってふと思ったんですよ。昨日の夜に。まあ、どういうことかっていうと、まあ、メディアって元の、まあ、語源を遡ると、まあ、今、あの、普通に使うメディア化 メディアっていうのは、まあ映画ドラマ舞台とかアニメとかそういうことだと思うんですけど、本来のメディアって、まああの、マーシャル・マクルーハンとかが言ってたメディアっていうのは、身体の拡張、体の拡張品がメディアだよっていうのを言ったおじ、あのおじさんがいるんですけど、まあつまりその、なんでしょう、その、まあ本とかだったら、声の、声の拡張かな発する声の拡張品が本であって、それのまた進歩したのが、まあ、 あの映像メディアだったり、だからスマートフォンとかは、このスマートフォンとかは、まあスマートフォン、コンピューター計算機ってなってくると、脳の拡張みたいな、なんかそういうなんか、まあ、何でも無理くりそれに体の拡張っていう風に当てはめられると思うんですけど、まあだから洋服とかも、あの肌の拡張であるみたいなことを、まあ言ってたおじさんがいるんですけど、まあそれに踏まえて言うと、 エレンの洋服を作るもメディア化だよねっていう、なんか何の話か分かんないと思うんですけど、なんつうのかな、あの、要は、ま、こういう漫画のメディア化って、ま、作者も読者も嬉しいじゃないですか。で、それの嬉しさって、なんかその、なんかその漫画の世界が現実に近づいてきてすごい嬉しいとか、なんかそういうなんかことだと思うんですよね。だから、あの、エレンの洋服が、 現実にあって、それを自分が着ることができたら嬉しいみたいな、そう思ってくれてる、くれる人が、あの、いらっしゃると思うんですけど、なんかそんな感じで、なんて言うのかな、なんか、左引きのエレンの世界が本当に近づいてきて、それがなんかこう、あの、目の前にこう、現れるみたいなの、全般をメディア側だとすると、そっちは漫画家ができるなと思ったんですよ。 だからあの、新月を作ってるのも、僕が言い出しっぺで、ブランドのデザイナーさん探して、あの、相談してって言って、自分の努力でメディア化、まあ、無理くりね、メディア化って言い方すると、メディア化を今実現させようとしてるんですけど、なんかそういうメディア化だったら僕できるなと思って、だからなんか、そういうのを頑張ろうっていうふうに、最近ちょっと思ってます。で、 えー、話戻りますけど、最近バタバタしてる理由、バタバタしてる理由が、あの、結構それの大きな一つがあって、あのー、多分今4月の、4月の末なんで、もう数日以内に多分、あの、この前その件で取材していただいたので記事になると思うんですけど、あのー、えっとね、アントレース、この洋服、 洋服とかそういうなんかあの洋服をはじめとしたいろんなものを作ってるんですけど最近それのなんかそれのさらにもう一歩先みたいなのをでえっと左引きのエレンのいろんなプロジェクトの中で一番大掛かりかもしれないあのものすごい僕としてもワクワクしてるまああることが えた、ー、ぶその記事で発表されます。で、ちょっともう、あの、もうそこまで言ったなら言えよって感じだと思うんですけど、あのー、一応ね、その、まあ、もう、もうすぐ、あの、せっかく記事になるんで、えー、っと、それをちょっとぜひ見てほしいなと思ってます。えー、すいません、ちょっと人気投票の結果をサクッと見に来た人にとっては何の話してんだ、早く始めろって感じだと思うんですけど、そんな感じでちょっと情報をね、最初に詰め込みさせて、詰め込め、 つ、積み込みましたけど。まあ、何せをちょっとその、まあ、メディア化っていうとね、え、え、映画化すんのアニメ化すんのとか、変な期待させちゃうと思うんですけど、それは、僕はわからん。僕は何もできない。だから、僕ができる、えー、っと、なんていうのかな。それ以外の、クルーハン的メディア化を、えー、ま、ライフワークに。 しようかなと思ってるんで。なんかこの動画を見て、その、そ、そんな、そういうことだったらこういうの手伝えるよとか、なんか、もしそういうね、軽有な方がいたら、えー、マネージャーに連絡してください。えー、それでは、え人、ー、気投票の結果を発表します。10位から発表しますので、予想しながら聞いてもらいまあ予想しなくていいですけど、まあ、あの、聞いてください。えー、それでは、えー、10位から発表します。第10位、111票、山岸エレン。えー、エレンちゃん。 この、なんか主人公、一応主人公なんですけど、まあまあまあ、この第2部はね、あんまり出番ないんで、あの、謎めいた存在としてあの、あの、たまに出てきて、たなんかポロッと一言言う,言うだけなんで、なかなかまあ、まあまあ、でも、あの、でも10位なんでね、まあさすが、さすが我らがエレンちゃんかなと思います。はい。第9位。155票。えー、せせなつき。 えー、これ、第2部のね、あの、追加の新キャラクターなんですけど、あのー、エレンを越してしまったという、まあ、まあ、ただ、まあ、個人的には切なつきという、ナッツンというキャラクターは、大変個人的に推してるキャラクターなので、あのー、まあ、9位で嬉しいなと思います。まあ、えっとね、第2部の新キャラクターとしては、一番上です。だかこっから上はもう、第1部からの、あの、定番キャラクターしかいないので、えー、新キャラとしてはもう、 快挙ですね。山岸エレン越え。はい。えー、次。第8位。184票。えー、岸新た。新たは人気ですね。あのー、うん、第1部の初登場から割とずっと人気なんですけど、なんかこの、あのー、なんかね、嫌いな人は本当に嫌いなんで、で、好きな人は本当に好きなんで、まあ、あのー、なんでしょうね。ブルーチーズみたいな。 あの、えー、僕はブルーチーズ好きなんで、えー、岸原田も好きです。まあ、あ2部はね、あの、第1部と違う側面が見えたりして、あの、僕も書いててすごい楽しいので、まあ、書いてて楽しいキャラクターが上の方にいるとすごい嬉しいなと思います。はい。第7位。225票。さゆりウィンストロップ。ちょっと変わりましたけど、えー、加藤さゆりですね。えー、このさゆりウィンストロップというい、 表記が、まるで浸透しないので、臨時投票も加藤さ百合になってたんですけど、まあまあ、置いといて、ええー、まあ、さゆはもう、ださ百合も、あれだよな、エレンと同じぐらいの出番だと思うんですよ、第2部。あんまりそこまで、あの、なんか、まだがっつり出てきてないんで、あのー、そんな感じだと思うんですけど、まあ、それにしても、それにしては、エレンより上だし、 1> 第1部からの人気がこう引き継がれてるような気がして大変嬉しいです。ありがとうございます。えー、次、第6位。え二、ー、280票。神谷祐介です。いやついに来ましたね、このアントレース。アントレースの、まあ、あの、代表の一人。神谷祐介、えでございます。まあ、もう、高一にとってはまあ、ね、ある種のラス、ラスボス的な存在なので、まあ、 まあ、主人公の最大のライバルであり、元師匠というね、まあ、少年漫画脳にとってもこの熱い存在なので、まあ、納得の順位かなと思います。まあ、神谷はもう第2部にとってもある意味ね、もう主人公の一人だと思って書いてるんで、第2部に関してはもうこっから、あのー、まあ、もっといろ多分書くことになるキャラクターなので、まあ、楽しみでございます。 まあ今年はね、その、さっきも冒頭で触れたように、このアントレースの年になると思うので、まあ今年は神谷祐介を押していこうかなと、個人的には思ってます。はい。続いて、第5位。いよいよ、こう、トップ5にあってきましたけども、311票。ルカワシュンえン、ー、前回1位の、ルカワさん。なんか個人的にはルカワは5位ぐらいがいいなと。 思ってます。なんかその、1位だとね、またこの、なんか、あの、第2部で掘り下げた、掘り下げ度合いで言うと、ルカは相当掘り下げてるので、第1部だとね、なんかどうしても、あの、やっぱそのサポートキャラクターだったので、今、割とメインキャラクターとかしてるので、ちょっと見え方も変わったかなと思ってるんですけど、え今後もちょっとね、ルカは応援してください。え続いて、第4位。 312票岸あかりです、えー、ついに、割とこのなんか4位ぐらいにいることが多い気がしますね。この、なんか、あの、こっちのね、リメイク版の方では1回1位取ってるんですけど、あの、ずっと人気はありますね。割と初登場からずっと人気で、あの、やっぱもう、あの、なんだろうな。意外となんか、その左引きの、 エレンって、なんかその、天才うじゃうじゃ出てきて、もう天才 VS 天才みたいな才能バトル漫画みたいに言っていただくこともあるんですけど、あの前、全、全編通して見返すと、意外と天才キャラってそんなに多くないんですよね。本当の天才キャラ。まあ、神谷祐介あたりまでを、神谷祐介も、もうもう、第2部ではもう天才キャラになってるんですけど、一応、 な、なんだろうな。あの、人間最強みたいなイメージなんですよね。だから、あの、なんクリリンなんですよね。クリリンって言うとめちゃくちゃ違うイメージになっちゃうんだけど、人間最強が神やらつすると、騎士あかりはもうなんかフリーザみたいな存在なので、まあ、実際そのなんか比べてどうこうとかそういう意味じゃないですけど、なんかあの、キャラクター造形というか、なんかもうなんかその別次元の存在みたいな風に描いてた天才なので、 まあそう考えると意外とそんなに多くないんですよね。天才キャラって。あの、エレンの物語で。だから、なんか、それに、それで、なんか割と第一部から人気なのかなっていう気もしつつ、第二部では、岸あかりは、からの、その手に届かない神のような存在から今の明かりの、なんか人生があるので、なんかそこの、こう、なんか流れも、 踏まえてのこの高い順位なのかなっていう気はしてて。うん。だから、明かりに関してはなんかその、その先を描くのが怖かったキャラクターなんですけど、今は書いて良かったなと思っております。ついに、えー、トップ3の発表になります。えー、もう、あなたの推しキャラは出ましたかはい。発表します。はい。えー、第3位。 柳はじめ、499票。ありがとうございます。えー、柳はもう、第2部出てないんですけどね。3位に入ってしまいました。まあ、しょうがない。柳はもう、僕も大好きですし、やっぱり柳って言いますね、みんな。あの、なんか特に経営者とか多い気がしますね。柳と言ってる。えー、自分の上司が柳はじめを押してたら、えー、ちょっと気をつけてください。えー もしかしたら結構や,や、やべえやつかもしれないんで。柳の名言とかを壁に張り出したら、あの、ぜひ、あの、なんでしょう、その、あの、パワハラの、なんかあそこ、そういう公的機関に電話してみてください。あの、ひ左引きのエレン、ハラスメントを受けていますという、言うと多分分わかると思いますあ。ああ、いつも、あの、最近流行ってるあれね、っつって。はい。えー、柳はじめ、まあ、 あ、でもね、その前、クラウドファンディングでやったんですけど、クラウドファンディングのリターンの作、あの、なんかその、えっ、ー、と、達成したものの一つとして、柳編を書くことが実は決まってるんですよね。原作版で、僕の絵で、えっ、ー、と、柳編を、まあ、あのね、ここで冗談でなんか死ぬまでに書きますとか言うと、あの、本当に怒る人がいるので、えっ、ー、と、リアルに言うと、多分来年ぐらいには、あの、書くと思うので、 ま、言ってもね、こ度じ、もうこ、こんな、なんか、あの、エレンばっか、だらだらやってるように見えると思うんですけど、あの、夏、夏目途で、あの、一応雑誌の新連載を今、控えておりまして、そっちがどう、どうなる、どうなるかっていうか、多分始まったら死ぬほど忙しくなると思うんで、まあ、でもね、あの、柳編は絶対書きます。絶対書くんで、あの、怒らずに待っててください。え、柳ファンを怒らせると怖いというので、気をつけます。えー、次、第2位。 えー、もうね、もうここまで来たら、もうさ、サクッといきましょう。えー、599票、柳と100票差ですね。み、三橋ゆりなです。みっちゃんです。えー、みっちゃん。第2部、もう、第2部はもうみっちゃんの第2部。みっちゃん編ですよね。もう第2部はね、見てる人はわかると思うんですけど。えー、みっちゃんはもう、僕も、僕、最初ね、みっちゃんそんな好きじゃなかったんですよね。 なんか、ほんと意外となんか後輩の生意気な、えー、性格の悪い、でも社内ですごいうまく立ち回ってるから、なんか先輩には可愛がられてるみたいな、そういうちょっとずるいキャラとして登場させて気がしてるんで、なんかね、最初別になんかその好感度を高いキャラにしようと思ってなかったんですよね。まぁ、あ、エペしてその好感度高、 くない。むしろちょっと嫌われるかなと思って書いたキャラクターが意外と、あの、なんかそんなもんなのかなと思いつつ、あの、書いてるんですけど。でも、今となってはもう、みっちゃんはもう、やっぱりこれはもう、でも不思議となんかあんま主人公の一人って感じはしないんだよなぁ。なんか、やっぱり、ヒロインちゃヒロインなのかもしれないですね。ポジション的には。なんか余談ですけど、なんかその、漫画の中で主人公の一人と数えられるキャラクターほど、 なんか幼少期がちゃんとえ描かれてるとか、なんかその本編より前とか、な,なんだろうな、うん、バックボーンが結構描かれた上でのキャラクターが主人公に見えてくる気がしてて、そういう意味だとみっちゃんなんかあの、なんか謎っちゃ謎なんですよね。だからまあその辺のバランスも、まああのー、いいのかなと。まあだからあのー、まあ主演女優賞みたいな、んしょ、うん、え女、うん まあまあ、そんな感じで女女女、女、女優です。はい。えー、そして、えー、いよいよ、もう長くなりました。すいません。最後の、第1位、もう、もう、サクッと発表しましょう。えー、なんと、1653票、朝倉孝一です。朝倉孝一、主人公、ついにやりましたよ。なんか、これ意外と嬉しいですね。あのー、こっちのリメイク版でもう、今、3回かな。なんか何回か、 え、人気投票して、こっちだとね、ずっと2位なんすよ。高一。でも、それでも高いと思うんですけど、なんかもっとキャラクター濃いんで、あの、2位でも高いと思うんですけど、まあ、好きとか嫌いでは、ちょっと言い表せない、もう、まあ、左引きのエレンは、もう、朝倉孝一の物語なんで、 うんまあ、やっぱ、少なからず自分も投影されてるし、自分の嫌いなところでもあるし、自分の、えー、こうなりたいっていう姿でもあるし、なんかいろんなのがこう、ね、あるんで、まあ、朝倉孝一一位となったら、やっぱ嬉しい、だなと。まあやっぱ、まあ第二部の孝一はさすがに、さすがにいいっすよね。さすがにあれもかっこよくない。 えー、かっこよくないといいいととうう人がいたら、あのー、そ,れそいつは柳だと思うんで、まあ、ちなみに、あの、うちの奥さんは第1部の途中までしか、あのー、見てないんで、あの、大学、あの、うちの奥さんの中では大学生編で止まってるんで、高一のクソなところしか、未だ知らないというので、この人気投票の結果を見てびっくりしました。なんで高一1位なのって言ってましたけど、まあ、あのー、まあ、第2部まで読めばわかるよって言って、 あその先があるんだよと、あの、とや語で、えー、もう、いい、いい、言ってやりましたけども、あええー、まあ、そんな感じで高1、高一、一。いや、嬉しいですね。なんか、やっぱ、頑張って書こうという気になりますね。うん、なんか、人気投票人気投票、まあまあ、意外と、あの、時間かかるんですよね。あの、普通に漫画1話書くよりは全然時間かかるんで、人気投票って、あの、ちょっと、まあ、あのー、 久々にやろうとしたらちょっと億劫なところがあったんですけど、なんかやってみるとものすごい嬉しいですね。この、漫画読んでるよ面白いよって言ってもらえると嬉しいじゃないですか。で、その中でもう,もう一歩踏み込んで、あのキャラクター好きだよって言ってもらえるともっと嬉しいじゃないですか。それが今回なんと5098票、5098回あのキャラ好きなんだよねって。 言ってもらえたということなので、もうそれはそれはもう大変嬉しい気持ちで、もう胸がいっぱいでした。本当にありがとうございます。えー、なので、まあちょっとまた今やったばっかなんでね、まあしばらく何年かやんないと思うんですけど、まあ次やった時もぜひよろしくお願いします。というのと、まああの、まあ、まああんま、あんまそんな、だから、 本が売れるとは思ってないですけど、その、なんだろうな、えー。このキャラクターのこのセリフが好きなんだとか、このキャラクターみたいになりたいとか、このキャラクターのこういうところを見習いたいとか、なんかそういうのを、えー、ツイートしてもらえると、それを見て、お、じゃあちょっと一丁漫画読んでみっかっていう人が、えー、僕の統計ではね、7000人に2人ぐらいいるんで、えー、7000回ツイートしてくれたら2人ぐらい読むと思うんで、えー、まあそれを、えー、7000人がやったらすごいことになると思うんで、 えー、ぜひ7000回ツイートしてください。嘘です。えー、すみません。ちょっとね、この時間なくて早口になってたかもしれないですけど、えー、今日はこんなところで、えー、終わりたいと思います。ちょっとね、この,むあの前半の話と踏まえてちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ、あのー、はい。チャンネル登録グッドボタンを押してくださると、えー、励めになって、えー、またなんか YouTube でなんか面白いことやろうかなっていう気持ちがこう膨らみますので、えー、何卒 よろしくお願いします。で、チャンネル登録めんどくさいかもしれないですけど、あの、一応、あの、暇な時でいいんだよ。ポチッと。あ、そうだ、んです。最後になりますけど、なんかセカンドマネージャー募集してたんですけど、セカンドマネージャー決まりました。ありがとうございます。えー、先日あの、ご紹介いただいて、まだ1回しか会ってないし、あの、僕は寝坊したので、えー、4ことぐらいしか喋ってないですけど、えー、あの、非常に高青年が、高青年優秀そうな、あの方が、まだちょっとちゃんとお話ししてないですけど、あの、ジョインしたので、えー、これからもっと左ひねれんを、 なんか活用したいろんなあれこれを頑張って、マネージャーともども、え、いろんな、この人に助けられながら、僕はもうなんかそれを、もう頑張ってそれをやるという感じで、え、頑張ってやっていきますので、え、なれとぞま、いろんな形で、え、お願いばかりで恐縮ですけども、え、なんか、あの、応援してるよという気持ちを、こう、お気持ち表明をしていただけると、私はもう単純に喜んでもう、頑張ってやるぞとなるので、あの、なれとぞ えー、お付き合いいただけると幸いでございます。えー、それでは、えー、また、えー、また何かで。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。